ボムダムラジオクイズ始まるクイズ昭和のやっぱそうよ、本当や。いやいや、もうニューヨークへ行きたいんだよクイズやおーすごいすげえこれね、なんかドキドキしてくるね。もう石割さんがもう止まらんようになって、もうやばいでは問題ですって言わな、もうびっくりした時よ、スタジオ入って石割さんがオープニング8個作ってます素晴らしい、すごい、びっくりしたわ。何やねんなこれ、もうすごい、すごい、あのメールでも苦情来てましたわ。え、毎週楽しみにしてるんですけど、うん、オープニング毎回違うから、うん、今回休みなんやと思うやっぱそうっすよね確かに合ってんのかなと思いますよね。ないもん、そんな毎回オープニングの曲変わる番組ないじゃないですか。確かに。もうほんま いつまで流しとんねん長めに曲残してんすよ、ほんま、ほんますごいな。ちょっと異例の始め方していいですか。え、どういうこと。お、告知です。え、だいたい番組の最後にやるでしょ。そうですね、はい、そうですね。告知から入っていいですか。あ、どうぞどうぞ。いいですか。おい、まあ我々は、はい、まあもう行ってきて体感してるからなんですけど、うん、マレーシア、おうおう、行ったでしょ、うん、はい、みんなで浜ちゃんの休日、はい、今年マレーシア行きました、はい、ありがとうございます。いよいよ12月の25日 NTT ドコモが提供いたします定額配信サービスレミノで、うん、12月25日から配信決定しました。ありがとうございます。嬉しい、はい、もうこっちもね、もう今この時期に言ってもええのこれ。ちょうど今日、うん、発表なんですよ。ああ、そうなんだ、ね、はい、なるほど。12月の25日からやりますよというのが今日発表ですので、はい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 、ようやくね我々ももう行ってね、うんうん、ふがふがしとったじゃないですか。うん。これラジオで喋られんのかいなと。そうですよ。いや別にふがふがはしてへんけど。してます、してます。いや。そんな喋りたかった喋りないでしょ。いろいろあったじゃないですか。あんないろいろ。そんなもう見てもたらわかるんやからやな。いや、やっぱりこっちはほやほやのね。そうですね。熱がほら。いや、お前よう言えんな。あんだけ滑っといて。やめてよ。あれさ、やめてよ。見られてええの？ダメ。あそこだけむちゃくちゃカットしてほしい。本当に流さないでほしいの。これも事前情報やけど、はい、あそこ丸々使うらしい。ちょっといいですね。もう歴史に残る。歴史に残る大滑り。マレーシア。頼む。平井。歴代ね。歴代、うん、確かに確かに、ね、歴代ですよ。北海道を旅で行った時の、うん、でも抜けてないね。そうやね、あ、もうダントツ1位。お前第2位やね、うん、あ、そうなんすか。第1位はサブガ、うわ、揺るがない。まあでも確かにあれは、おお、滑る確かに確かに、あれは僕も、うん、鮮明に覚えてます、うん、そうやろ、はい、俺やったらやめてる全員やめるぐらいのやめるぐらいのねでもあれに肉薄するぐらいのね、そう、金さえ、金すっごい金さですかでもやっぱ上はサブガ、はい、でその下は平井正義、うん、まあ、この黄金コンビ。黄金コンビ、ゴールデンですね。あれはもうやばかったっすね。はい、歴史上多分初めてじゃない、マレーシアのあのタワーで、あんなに大滑りした人。やめてって。あんま言うのやめて、もう。もう本当に。カットおらんよ、あれは。じわじわ来るんですよ。その時は興奮してるか分かんなかったけど。うん。うん、でも平井さん、平井さんでも欲してるよ、こっちは。もう一回見たいなって。やめて、やめて、もう一回見たいな。はい、もう無理無理無理。もう、ま、見たいなっていう。いや、見てほしい。はい。いやいやいや。俺、だから大体、その何、そのお前らが何かやって、これ危ない、滑るかもせんっていう時ってちょっと遠くから見ててもドキドキすんねんけど、はい、やっぱ俺あのタワーの時はドキドキもせんかったもん、はい、あーと、あ、もうこれはあかんと、これはあかん、これはあかん、いってる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 、やばい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 止めてよ、大きな声で注意してよ、こっち必死やったから、ね、ワイヤーちぎって飛び降りんちゃうかないや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 、その時はもう興奮したか分かんないですもん、ね、滑りすぎでしたもんね。いや、もう見ないでよ、まあ、いろいろあったからね。いや、いろいろありました、ほんといろいろあって、はい、浜さんね、だからこの12月25日に、はい、まあ、配信が始まりますと、はい、この今回の浜ちゃんの休日、はい、マレーシアの旅が、うん、それにこう先駆けまして告知第2弾になりますけど、12月のいつか皆さん12月の18日、うん、月曜日になりますけど、うん、大阪のダブルダブルホールという、大阪城公園にあります劇場があるんですけども、はいはい、そこで初めて、うん、ライブやります。よいしょー、よいしょ、これはすごい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。すいません。もう、吉本も張り切ったんでしょう。はい、劇場3つあるんですよ。はい、で、大中小と、はい、浜田さんでこうイベントやりますと、もうテンション上がってもうたんでしょうね。うん、一番でかいホールでやります。マジっすか、でかい大丈夫か、ほんまに。
はっきりした気持ちで言うと、不安です。うん、やろもうええで、一番。1100キャパですよ。いいマジで、はい、すごい、でかい。もういいよ、これ。浜田さんが舞台の上立つのも、110周年以来とかじゃないですか、舞台の上って。まあそうやな、まあ、あれ以来やな。板の上でね、大阪で。でもあれダウンタウンさんで立ってるからね。そうですね。そっか。まあ、イベントなんかやったことないもんな。はい、そうです、ね。イベント初じゃないですか。うん、うわぁ初のイベント。初のイベント。大阪で。12月18日。12月の18日にやったろかと。なるほど。これはすごいですよ。ぶち込んでやろうかっつって。12月18日。メンバーはちなみに、あ、待機以外みんな来る。なんで？やったーじゃあ、じゃあ、やったおかしい。やったおかしいし。うん、あ、親父も否定してないし。待機はおるでとか言うてくださいよ、それは。ちょ、待機おるで。いやこれぐらい、だから、ちっちゃこれ。パーセンテージというか、こんなもん。その配信のイベントってこと？あ、そうなんです。配信に先駆けて、うん、僕ら今まで、その、いろいろ連れて行っていただいたじゃないですか。それ沖縄に始まり。はいはい。まあ、グアム行ったりだ、うん、行ったりだ、タイ行ったりだ、はいはいはい、それこそマレーシアの違う場所行ったりだ、はいはいはい、いろんなとこ行ったじゃないですか。はいはい。その辺を、ちょっとギュッといろいろまとめて、うん、まあ、正直ですよ。うん、オンエアに乗ってへんとこって、はいはい、いっぱいあるじゃないですか。まあ確かに。その、あります。喋られへんやつ。はいはい。その、わかんない。それを喋ったろっていう話。それをもう、ぶち込んだろ。いや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 。マジっすか。まあイベントやからいいんじゃねえのみたいな。勝手に思ってんすけど。あ、そう。その、夜とかね。いやもうゴニョゴニョすんでてやめ。今はですやんか。え？今はですやんか。ああいろいろあんまり言われへんから。いやし今まあラジオやし、はい、そのそうですあの辺のまあまあ当然オンエアに乗ってて、うん、いや実はここ本当はこうだったんだよ、うん、もうそうですから。その時の心情とかも心情とかもあるし、ね、お客さんにちょっと見てもらいながら。そうですそうです会場に来てくださった皆さんと一緒に見ながら、うん、ちょっと我々もいや実はこの時こうだったんですよ。なるほど。この後こうだったんですよとか聞いてほしいな過去のね。旅行のことをいろいろ。昔からをちょっと。そうです。ちょっとこう振り返りながら。まあ全部はちょっと難しいでしょうけど、まあいろいろ振り返っていきながら、でまあちょっとマレーシアのことも見せたり見せなかったりしながら、ちょっとやっていきたいな。結構表では喋れないこととかもいっぱいね、出してないですから。これありがたいですね。いや、ありがたいよ、そんなもん。うわぁ、嬉しい。で、1100キャパって結構じゃないですか。で、俺は一応やで。そのイベントをこう進めていきますってなった時に、はい、俺はやっぱ浜田さんがそのイベントやりはるなんてないわけやんか。ない。もうない。でしょ、はい、ないやんか。はい、だから俺はセットとかいると思ったやん、はい、そらそうやん。まあそらそう。浜田さんやん。まあ、ね、はい、もちろん。セット発注しますねって言ったら、はい、はっきりでっかい声で、うん、いらんって言われた。ええだって豪え豪華なねパネルとパネルなんかこう派手な、はい、LED とか電飾とか、はい、人数分のパイプ椅子でって言われたええおやじあの小劇場でやるんじゃないんですよこれそうですよパイプ椅子我々若手がやるあの小劇場でやるライブじゃないんですよこれええやんかもうみんな座れる椅子並べといたらそれでええやろだからあの来た人びっくりしてほしいないんですよ会場合ってるかなっていう状態になるってことですか絶対なんねんカツカツでやってるお前どんだけギリギリでライブやってんねんと確かに何も聞いてなかったらびっくりするびっくりしはるからこれはもうさっき言うとかなあかんと思って俺は確かに、うん、あじゃあもう何もなしでもう椅子だけ椅子だけ椅子のみでお送りしますいやいやモニターはあるよ当然、はいはい、見てもらうと、はい、映像見ながらあかんからね、はい、そのモニターはもちろんありますけどもうそんな演出とかはもうないってことですねいやでも我々でさえどんな演出あんねイベントに最後歌ってなんかドガーンみたいないやお前、お前違うの想像してるシャーッみたいな俺らと違うやつ想像してるイベントなんかイベントやからいらんってそうで一応ね、はい、チケットもですね、うん、あの先行チケットでですね、うん、あの浜田さんのお洋服作ってくださってるサプールさんも当日、はい、あの来てくださるんですよ。ほうほうで劇場の前で一括いトラック持ってきて、うん、限定で、うん、我々あの千葉行った時作ってもらったじゃないですか。あはい、いろんな色のね、それぞれのカラーのやつ、はい、あれを限定で販売してくださると。おお、なるほど。はい、でさらに、うん、今回チケットと、まあ、T シャツ我々旅行った。ほうこれを先行でね、はい、チケットと T シャツ一緒にして、はい、これ皆さんに販売しようじゃないかと。でここでしか手に入らないんですよ。先行チケット買うと T シャツがそうですか。ノブやらしいことしよんな。いや吉本がです。すごい。ほんま。吉本がお願いしたんですよ。
これ、いや、吉本がそんなこと言う。吉本が言うんだ。言うんだ。言います、言います。ですか。まあ、あの、細かい詳細はまた追ってね、発表していきますけど。あ、じゃあ、普通にチケット買ってもいいわけでしょ。買ってもいいですけど、まずは先行で。先行でもし買えば、はい、サプルの T シャツもついてくる、はい、っていうことね。はい。なるほど。だから、売り切れとか、そのグッズ並んで売り切れたとかがないってことですね。先行買えば。ああ、そういうこと、はい、ただ、まあ、サイズだけはちょっとフリーサイズになるかなとは思ってますけども。そらそうやわ。はい。すごい、やばい。すごいのよ。すごいんですよ。そうなんですごいイベントを今考えてまして、はい、12月18日そうなんですよ。こちらがいやいやもう頼む。だって親父とこういう仕事は一緒になるのはありますけども、うん、そのライブでっていうのはなかなかだったないないない、はい、でこれら、今日の朝かな、うん、から抽選受付をしておりますので、そうなんや、はい、T シャツチケット付き先行販売のみ、今先行ではやってますんで、こちら詳しくはファニーチケットホームページをご覧くださいという。どうするお前5人とか言ったら5人、5人法事ですよ。いやそれもう我々ですよ、我々の身内でも少ないですよ。5人やから。います5人、もうちょっと来ますよ。ああ、はい、大丈夫です。ほんで、あの、一応大阪これね、当日もう行かれへんって、そんな急に言われても。なるほど。っていう人もいると思うんですよ、はい、そういう人のために今回ちょっと配信も考えてますんで。お、配信いけるんや、マジで。はい、配信いくんや。もう旅のね、我々のとてもオンエアで言われへんような下品なお話をね、配信で聞いていただけた。ちょっと兄、これ配信中止とかなりません。大丈夫ですか。これちょっと配信だけちょっとノリでしたみたいな。急に。いや、俺に言わんとやつ、おやじに言ってよ。いやいや、一番危ない。配信しましょう。俺別に言わへんって、そんな。本当ですか、配信入ってますのに。ややこしい話なんて。そうです、ちゃんと気をつけてちょっとやりましょう。うん、そんなもう、なんか。いや、ややこしい話はもう、正義絡みやん。この旅含めてね。全部、はい、全部含めてそうですね。確かに、うん。はい。確かに。そこだけちょっと気をつけて。そこだけ。確かに。マレーシアの空港でもそうでしたもんね。あいつのせいで待たされたりとか。うん、ああ、そうね。そうですね。ね。はい。全然出てけへんかったから。全然出てけへんくてさ、うん、とかもあったやん。はい。確かに。まあ、いざだけプールも入ってへんし。うん、ああ、ほんとや。ああ、の話もあるやん、ほんとね。そうやで。プール入ってへんやん、それ、ハゲてるから。おらんときやめたりましょう。なんかサブリミになるで、パンって掘り込んでくる感じ。パパって。あんなにすごいプールあったのね。本当ですよ、ね。本当ですよ。いや、ほんまに。あ、そう、見てほしいとこだから、めっちゃ。あります。ありますね。あるやん、マレーシアも。はい、どこまで言っていいんかもあれですけど。ね、うん、確かにな。はい、はい、いや、もうめっちゃ喋りたいけど。いや、ええよ、何これ見てください。まあ、オーストラリアは絶対見てほしい。いや、そこは、まあ、ね、まあ、だから。まあ、あとはね、あの、マレーシアということで、ちょっと、スペシャルゲストもね、はい、登場しますから。いいんですか、それは。いいんですか、それ。まあ、でも、それぐらいはいいんじゃないですか。ああ。まあ、だから、浜田さんだけ奥まで行きましたもんね。奥まで、ね、奥まで行ったじゃん。ね、我々行ってないじゃん。はい。行ってないです。我々は奥まで行ってないです。いや、なんか変な言い方すな、お前。奥まで行ってどうでした。まあ、その方のね、ちょっと、お家まで、はい、うん、お家まで行かせていただいて、はい、そうそう、その奥ね、お家の奥って、お家の奥ややこしいですね、ちゃんと言わないと。いや、それは取る方の問題でしょ。どう、それをやらしく感じるの。そう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 、はい、で平井がむちゃむちゃ怒られて、そういうことね、めちゃくちゃ怒られたな、マレーシアむちゃくちゃやな、なんか大滑りしてどつかれてとかさ、どつかれてますから、いらんめちゃくちゃいらんことしてボディにパンチもらほんと1週間残ってたから、あの人が あの人が残ってたから俺に体に、はい、それも見てほしいな、それは。そうやね、はい、俺も早く見たいですもん、もう。そう、ね、それを。だからハワイのツンクさん以来ですよね。なんか、あ、そうね。旅に誰かがね、そうですね。確かに確かに。来たってね。はい、うん、確かに。それ以来。ツンクさんの時も怒られたな、俺。ツンクさんに。なんで？ケーキがあって。あったと。ケーキを僕食べれないから、食べるふりしたら、うん、ボケが小さいってめっちゃ怒られました。ツンクさんに怒られた記憶あります。はい。ボケが小さいってめっちゃ怒られてばっかり。はい、文字で怒られましたね。はい、その意味、まあ、苦手なだけだったのに、はい、それ怒られたイメージがある。で、楽しかったですよね、浜田さん、マレーシア。まあ、それ楽しかった言われりゃ、まあ、それは楽しかったですけど、別にそんな全部が全部っていう感じでもない。いや、それはそうですけど、うん、ふわっとこう楽しかった。まあ、ダラダラしてましたね、ダラダラして、うん、まあ、行くとこ行って、まあ、はい、オンエアあんのかどうかわからんすけど、浜田さんの部屋だけ電気つかへんとかもあったじゃないですか。あんなことあったっすね、あの事件。あんなことある？なんなんすか、あれ。うん、確かに。みんなついてんのに、うん、私の部屋だけ。で、俺の部屋、あの、電気入れたら、はい、全部の部屋が消える。そう。そんなことある？
ほんでまたやりますってやったらみんなの部屋バーンついたから、はい、あよかったなって俺のとこバーンつけたらバーンと落ちんじゃん。そんなことある？なんなの？あれ俺の部屋の向かいにブレーカーあったんですよ。うん。すぐ分かるんですよ、浜さんがスイッチ押したらバーンって下がるから。いや失礼しちゃうわ。浜さんの部屋一瞬入ったらむちゃむちゃ暑かったからな。落ちちゃってるから、来てるから、来てないから。おやじそんなありますよね、なんかね。ちょっとそういうの多いな。多いですよね。なんか一人だけそんなになってますみたいな。あるよな。いやあれはなんでやろうなって。不思議でしたね。あれ、なんや、雷落ちたんやったっけ？そうです。もう、スコールがすごかったんで、その時雷もすごくて。ダーン落ちて、はい、みんなだって同じ建物なんかじゃないですか。そうよ。うん、なんであの部屋だけ、なんで浜さんの部屋だけ。全部がやったら分かるんですけどね、親父の部屋だけがっていうのはね、うん、あとやっぱマレーシアはな、外でトイレ行ったらトイレットペーパー置いてないのよ。ああ、もうあれがちょっときつかったわ。大問題起こりましたね。はい、その辺とかもどうなってんねやろ。どうなってんねやろな。めちゃくちゃ臭い言われてましたよ ね。本当にその一言流れるかな。確かに。あと浜田さんがハイエースに乗るときにしょっちゅう頭を打つのとかも流れんのかな。言うなよ、お前そんな。いや、おやじ、あれ、もう分かるでしょ、もういい加減。ハイエースの屋根の距離感。ハイエースの屋根の距離感、何回低いで、あれ。マレーシアの。あれ、一般的なハイエースですよ。そんなわけ。痛い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 。こんぐらいぶつかった。そんなぐらい。それぐらいぶつかった。もうこれぐらい。だからもう降りるとき毎回もう僕は抑え、はい、やってたな。前回とね。やってたな。やってたでしょ。やってた。なんでやってんやろと。あれしないと打つんですよ。頭ガツンと。ゴジンって打って降りていった。あらーって言って降りていくから毎回これ。そこオンエアならんと思うよ。オンエアならんのかなあれ。ならへんやろ。回ってないもんな。回ってないとこやもん。回ってない。俺らだけでも。回ってない。回ってない。どこ言うなってよ、お前。街灯に当たってくる虫みたいに言うな。言うてないです。ここまで言うてないですよ。毎回当たるって、お前。知らん。でもやってたの、なんかなんでそんなやってんのやろうと思ってた。もうすぐですから、空港乗る時からもう一回あらっって言って乗り張って、はい、で降りる時もあらっって一回ぶつけてみやんと思いながら強なってるよ、強なってるやんと思って、学んでみやんって、学んでみやんと思って、だからもう抑えるようにしたんですよ。ほんでありがとうって言って、いやありがとうじゃないですよ、機嫌ようやってくれて、ほんでやってたんや。そうです、うん、知らんかった。で、親父も途中で気づくんですよ。あ、そうやな、みたいな。そうそう、これ低いねんな、みたいな。待機がいるから、待機がいるから気づく。そうそう。僕はこうするんで、あ、そうそうそう。なんで一回で気づかんの。知らんよ、それ。一回で気づくやろ。俺も分からん。っていうのを熱熱々うちに話したかったんや。そうです。そんなんもやっぱほやほやのうちに。やっと話せたんですよ。あ、そういうこと、ね。まあまあ、まあちょっとこの後、もうちょっと話したい。あ、わかりました。思ってますんで。はい、自己紹介を、浜田さん。はい、ダウンタウンの浜田です。はい、ライセンス井本です。ドリアンズの堤大輝です。ドリアンズのペニー俊介です。はい、というメンバーでお送りしていきます。はい、ペニーさん。はい。最初の曲をお願いします。わかりました。うん、先ほどでね、サプール。なぜ？どうしました？おかしかったから。どうした？先ほどでね。先ほどでね。もう折れへんねや。行くんや。サプールのノブさんのお名前でってやと思うんですけども、はい、そのノブさんから、ちょっとリクエストがございまして。うん、はい。ください。浜田雅俊さんで、ラブレター。おほほほ。えらいとこ来るね。裏でトンタン音する舞台、ほこり臭いドンチョウの前で、三八マイクが揺れるほど上がった俺らにヤジが飛ぶ。顔も頭も喧嘩も家も笑い以外は何にもなくて、絶対売れるとやつが言う。電車賃すらなかった二人、塾の この番組は、
美味しいを握る、楽しいが回る、くら寿司。パチンコ&スロット、アミューズ。物流とは価値あるもの、アクシアロジ。AK レーシング。おかげさまで創業138年、ライオンケミカル株式会社。ジャパンクリエイトグループの提供でお送りいたします。ゴブゴブ、くら寿司会議ありがとう入ってもうたね。さて、今週も始まりました、ゴブゴブくら寿司会議。くら寿司がより素敵なお店になるようにですね、構成員の皆さんたちと、我々でメニューやサービスなど好き勝手考えるコーナーでございます。はい。構成員の皆さんからたくさんのお便りをいただいております。今週はですね、以前募集しました、くら寿司さんのキャッチフレーズ。こちらについてね、めちゃくちゃ送っていただきました。なるほどね。ありがとうございます。びっくりしました。いや、あのね、はい、そのキャッチフレーズやからとかじゃないのよ。はい。すぐ商品券出せる。なるほど。いや、もうすぐ出します。これだったら出すやん、はい。すぐ出します。むちゃくちゃ来たんですよ、メール。え、マジで、はい、すっごい来てます。まあ、その中でもちょっと、まあ、いろいろ厳選させてもらいます。全部読むと。違う、もう。もう、もうでもシール一個も出さんでしょ。確かに聞いてない。そっち全然けえへんのよ。くら寿司めちゃ来たん。あ、そうなの。しゃきました。まあ、その中でもちょっともう厳選しないと。キャッチフレーズは難しいぞ。むずいよ。と思うんですけども、いろいろ来たので。そう、なんぼなんでも、よくなかったら出えへんで。そんな。まあ、そうですよね。だからまあ、一応バーって読みますので、皆さんの中で、あ、ええやんってなったら、ちょっと教えていただければなと思いまして、まあ、ちょっと読んでいきたいと思います。はい、まずはですね、東京支部構成員、岡さんからいただいております。じゃあ、キャッチフレーズ。はい。身近なごちそう。ほー、はい、ええー、やん。まあ、クレスさんね、まあ、本当にごちそうと思ってますので、やっぱその子供も連れて行きますし、うん、まあ、そういう意味では、やっぱ、身近なごちそうっていうキャッチフレーズといかがですか。なるほど、商品券。お、え早い。ノールックやん。え、ちょっと待ってください。すごいやん、もう。え、ちなみにおいくらですか。まあまあ、一発目ですけど、はい、2枚ほど。むちゃくちゃ出すやん。ざるいや、これでもさ、くら寿司さんの、判断当然いるわけでしょ。勝手に我々が今こうやってやってるけど。いや、でももうだって浜さんが2枚って言ったもん。2枚ですか。はい、いや違う違う違う、このキャッチフレーズ。ああ、もちろん、あの決定はそうですよ。そうやんな、決定するのはなんですけど、あ、いいなっていうことですか。そうです、そうです、そうです。あ、ええやん。いや、いいじゃん。でもほんまにちょっといいっすもんね。いい、じゃあ、お母さん、めちゃくちゃよかった。商品券2枚、すごい、設定がすごいなこれ。じゃあ1000円分ってことですね。そうやで、1000円やで。クラウジさん、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ続いていきましょう。三重支部構成員、ハロさんからいただいております。うん、キャッチフレーズ。笑顔も回ってます。くら寿司。なるほど。はい、いや、まあ、だからそこはちょっとな。まあ、あれにかけたんやろ。まあ、はい、そうなんですけどね。お寿司を頬張った順番に笑顔になれるからという意味も込めてるみたいで。はい、ごめんやけど、何個紹介するの。ですね、今日は28個。い多いな。もうええ、もうええ、そんな。この店舗で。そんな、いい。じゃあ、まあ、ばと読みますよ。まあ、言うたらね、秋田支部構成員、花リボンさん、日本が誇る無敵艦隊くら寿司っていうのはどうですかと。こちらちゃんと意味があるんですよ。あの、艦隊ってやっぱそのね、あの漢字あるじゃないですか。あの漢字ではないので、無敵艦隊、これはですね、人工保存量を一切使用していないという無、何もない無。そして、同業他社に敵なしの敵、無敵艦隊の敵。そして、お寿司の数え方が艦。あの、一回二回の無敵艦隊という意味で、くら寿司いかがですかという。まあ、世界に向けてね。なるほどね。日本らしさが出ればという。あとね、これすごかったですよ。天下系。あの、無添加っていうのがやっぱね、くら寿司してますもんね。この無添加と天下をかけて、天下統一の天下。で、無添加で食べ天下とか、無添加で天下取ったるでみたいな。はい。こちら大阪支部構成員、桜川の星さんからいただいております。はい。で、そして構成員の、豊中ビルダーズさんは、天下無天下食べ天下全く一緒でした、はいはい、こんなんかぶることかぶりましたもん、全く。それやっぱ無天下でやっぱり行きたいんですよ。福岡支部構成員ワンダーさん、天下取って無天くら寿司っていうね、天を取るから無天っていう、ちょっとうまいことかけてみたっていうワンダーさんの粋な言葉でございます。あと韻を踏んだのも多いですね、やっぱ、やっぱ蔵っていう、くら寿司の蔵をかけて、千葉支部構成員池田草木さん、あなたの暮らしにくら寿司を。これも多いですね。ああ、なるほどね。はい。大阪支部構成員、木下さん、唯一無二くら寿司で暮らすって。はい。ね。みたいな。はい。平井、何を勢いで突破しようとしてますよね。そうやね。お前もうここ、行き切ろうとしてるから。でも行き切ろうと思う。
もうじゃあ落ち着いてやればええやんか。なんでそんな、皆さんそんな慌てんで。いや、ほんまに。どうしたどうした、こっちは一個ずつ咀嚼できますもんね。どうした皆さんが、ちょっともっと、もっと来てよ。わーとか。おー、なるほどなとか。聞いてるんよ。聞いてるの、おー、なるほどな。選んだんでしょ、俺選びました。やっぱこの、陰を踏むのいいなと思って。こういう意味では。一個目に、一番ええの持ってきてへん。まあ、みんなの心、まず掴みたいっていう気持ちがあってね。順番の妙法がさ、すごい。はい、ダメだし。はーい。撤収してる。あれ、割り切らしてる。はい、終わり、キャッチ。あれ、紙まとめ出してる。はい、どうです。じゃあ、最後に。うん。平井さんのやついいですか。東京支部構成員、どうしたってさんからいただいております。はい。ヘイヘイヘイ、時には起こせよ、くら寿司。なんかいかがでしょうかと来てます。どうですか、割り込んでいかなあかんかった。平井、まず、汗拭こう。いや、もう、ちょっと汗拭いても出てくる。これ意味ない。もう汗拭いても出てくるから。え、サウナ入ってるの今。今サウナ入ってる。今サウナ入ってる。俺はみんなの気持ちを背負ってるつもりでいるから。あ、なるほど。みんなをね、こう、なんかいい。そうよ、そうよ、せっかく考えてるから。チゲ鍋終わりやん、もう。そんな、食べても、食べてもええへん。チゲ鍋終わりぐらい。せっかく考えてくれたんで。いや、違う。もともとくら寿司さんはキャッチフレーズが欲しいって言ってたんやったっけ。言ってました。そうです、そうです。あ、これ言ってたから言っていただきたいなっていう意味で。あ、こっちが勝手に言うたわけちゃうんか。あ、違います、違います。あ、そうか。よかったらキャッチフレーズ皆さんに募集していただけませんかっていうので。はいはいはい。あ、それでだいぶ反響があったってことね。本当に送っていただいたんで。なるほど、なるほど。まあ、その中でちょっと見てて、まあ、ちょっとジャンルに分けて、はい。ご紹介させてもらったんですけど。まあ、今聞いたのはこうやって一番最初のやつが。一番良かったですよね。何でしたっけ、一番最初。身近なごちそう。めちゃくちゃええやんか。こちらの方です。はい、かしこまりました。それ以外の方には。ええやんか。まあ、これ、どうされますか、浜田さん。今日、まあ、皆さん一生懸命考えてはくださったので。はい、前回、俺、ちょっと、出しすぎて、くら寿司さんからなんか言ってきた。全く何もなかったですか。あ、そうなの。はい。お願いします。じゃあ、みんな一枚ずつあげて。ええ、ありがとうございます。よかった。ごめんなさい。よかった。多分、構成員は、平井頑張れと思ってたと思うんですよ。いや、みんなの気持ちを僕背負ってるんで。そうやな。はい。うん。いや、とにかくやっぱもうちょっと、いろいろ。これでもね、もう、お聞きの構成の皆さんにも、これはっきり言うときます。はい、これ、平井頑張らんでももらえます。あ、そうなんですか。これもはっきり言うときます。いやいや、そんなことないです。ええ、ちゃんとこう、ね。これだって全員いいんですもんね。いや、呼んだ方は、ね。呼んだ方は。はい。いや、それぐらい、くら寿司のことを考えてくれてる。そうです、そうです。はい、そうです。まあ、それはもういいんじゃないでしょうかね。はい、で、ご紹介した方には、ありがとうございます。商品券を。はい。はい。ありがとうございます。ほら、見てみな。結構出すやんか、俺、別に。いや、商品券。出せへんわけで。いや、商品券は出すんですよ。何を言う？シールが出まへんねん。ああ。ああ、ないんですよ。ステッカーね。え？俺がシールって言うた感じにされてる。おかしいで、自分。え？この今の時期に。シールって。ねえ。怖い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 。シールやって。怖い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 。ステッカーですよね。え、怖い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 。え、半年ごとに消去されていくんですか？そう。ドライブレコーダーみたいなやり口で。アップデートされて。人生お送りしてあるんですか？はいはい。はい。というわけでございまして、このコーナーでは、くら寿司に関するお便りを募集しております。くら寿司で食べてみたいメニューやですね、やってほしいサービスなど、くら寿司に関することは何でも送ってください。そして、くら寿司さんから、くら寿司のキャッチコピーを考えてほしいという相談に対するメールも引き続きお待ちしております。このコーナーでメールをご紹介した構成の方にはくら寿司のお食事券をプレゼントさせていただきます。さあ、平井さん、お願いします。はい、メールアドレスですね、ゴブゴブアットマーク MBS1179.com です。そしてはがき封書でも OK です。宛先は郵便番号 530-8304 MBS ラジオゴブゴブラジオまでたくさんのお便りお待ちしてます。さて、くら寿司では昨日から極上カニフェアを開催中です。生本ズワイガニ第1巻は、カニの王様と言われる本ズワイガニの中でも特大サイズのものを厳選しております。本ズワイガニの足丸ごと1本を贅沢に使用し、生ならではのねっとりとした食感と、カニの旨味と甘みをご堪能いただけます。また、丸ズワイガニ西盛りは、棒肉とカニ爪の2種類を一皿でお楽しみいただけます。丸ズワイガニのギュッと詰まった濃厚な旨味と豊かな香りをお楽しみいただけます。構成員の皆様、ぜひくら寿司へお越しください。はい、ああ、素晴らしい。いただきました。ありがとうございます。綺麗に読めました、ね、ありがとうございます、はい、以上、くら寿司。くら寿司。嘘やろお前。お前何やねん。ちょっとさっきのが今日すごい調子悪い。いやいや、もうさっきので心ボロボロ。さっきので心ボロボロになりました。くら寿司でございません。くら寿司でございます、はい、以上、ゴブゴブくら寿司でした。ちゃんと言えや。
以上ゴブゴブくら寿司会議でした。そういやほんでマレーシアですよだから、はい、まだ言うんかい。いやだって今日やっと解禁ですもん、はい、そうですね、そうやんか、どこまで言うていいかもあれやけど、俺これね、はい、浜さん、はい、まあ、絶対オンエアにはないんで、うん、あれですけど4泊5泊、うん、はい、4泊6日かで行ったじゃないですか、うん、で東京戻ってきて、はい、みんな空港でお疲れした言うて、はいはい、帰っていったでしょ、うん、で僕車で平井送って、うん、家に、うん、で家帰ったんですよ、うん、で家着いたんが、夜の12時半ぐらいですかね、はい、はいはい、家打ち鍵閉まってて、ええ打ち鍵閉まってて俺あの後ですか、あの後俺完全に打ち鍵閉まってて、うわ、ほんでもうさ子供も寝てるし、はい、ピンポン押してなんか起きてなんやわーなっても大変やな思って、うん、はい、嫁にむちゃむちゃ電話してん、絶好出ない、もう寝てて、ほんでもう子供のキッズ携帯にもかけて、まあ出えへんわな、そうだ、うわ、で俺もうテンパってもうて、俺浜田さんに LINE で打ち掛けかかってますってわけわからん LINE して家入れませんよってかな、はい、俺すぐ電話してんの、どないすんねんお前もうしゃあないんで車で寝ます、いやちょっともうちょっと笑ってましたけどお前大丈夫かってめっちゃテンパって、そんなことありますそんなこと、俺だから家入れたんが次の日の9時よ、あで結局車の中で、車の中やんか、そんな疲れてるしな、ねえ、そうですね、全然疲れ取れてないよな、そうなんです、ほんでしかもあれ帰ったら寒かったでしょあの日、うん、はいはい、マレーシア暑くて、はい、車の中でガタガタ震えながらうわ道路で一回なんかキャリーバッグ開けてなんかトレーナーとか出してそうか、確かに、うわ、なんかその兄貴がいないもんとなってたんですか、ちゃんと帰ってこないと、いや帰る日は分かってるわけですよね、分かってるんですよ、そうですよね、でもなんかその何日かおれへん間のルーティーンでもう内鍵閉めるっていう、ああ癖になってもてて、癖になってもてて、あ出た、入らへんかって、昔のマセル氏みたいな、そうそうそう、あそうそう、あの朝ドッキリでなあいつみたいな感じになって、まあまあ安全のためにはね、しなきゃいけないんですけども、せめてね。まあそうですね。せめて起きてよっていうさ、俺こ、ね、ドアちょっとだけ隙間開けて、開けてーって言って。あんま大きい声も出されへん。そうそう、近隣がね、固めます。全然大きい。うわ泥棒やで、俺そんなん。家の周り何週かぐるぐる回ってさ、ジャリ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 音鳴らしながら、どっか開いてないかな。どっか開いてへんかな、思って。トイレの窓とかガチャガチャやってみたりして、泥棒やん、こんなもん。なんで俺らのマレーシアで楽しい楽しい言って帰ってきて家泥棒みたいなことせなあかんの、ね、いろいろ大変ですね、うん、だからテンパったら親父に連絡すんねやっていうのが分かった俺の方親父も出てくれるんすね、出てくれたありがたいですね、じゃあシャワー落ちたけどなんだお前どうすんの言うて、そう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 、なんか姉さんありましたよね、あったあった、はい、テンパったらやっぱ電話してくんねんな、みんなもしてきたからね、いやテンパり事情がちゃいますそれは知らんそれはちゃいますこうなりましたっていう報告の、ね、報告やし、そうそう、重みちゃいます打ち掛けとそれは俺今喋られへんから、まあ、あれですけど、はいはいはい、俺の内鍵とは重みちゃいませんか。そうですね。そんな。それは確かに。内鍵レベルとはちゃいませんか。そうか、はい、そら、ええ。いや、そんなんもあったで。ましたね。みんなすっと帰れてる。まあ、これオンエアに乗ってるかわからないですけど、毎回あの、浜田さんと空港で待ち合わせして、うん、あの、浜田さんの、まあ皆さんご存知かわかりませんけれども、ホットドッグ事件とか。ああ、まあね。ああ、まあもう、前ね。出発前の過去ね。過去に。うん、で、今回もちょっと。今回なかったよ。なかったよ。ないやん、そんな。え今回、あの、空港の内田で。開いたーお前らちょっともう何やったっけ、もうこれは言わなしゃあない、ちょ俺マジで知らんえ何えみんなでフードコートやろ、フードコートフードコートですね、俺だけ見たら行きしない、俺だけ見たら行きしない、行きしなすか、あそこにフードコートで食べた、そばとじゃあ何食べよう、あれやろ席取んのに苦労した時でしょ、だから天丼天丼です、俺じゃもう俺今日は天丼食べたいな言うてエビがバーン乗ったやつで、ほんでいろんな店やって、俺はもうそばと天丼食べたいって言って、わかりました、おいしい行ってきますって、もうエビが
やブリーなって、うん、ほんで食べてはったんですよ、ずっと食べてみんなで食べてたんやん、うん、ビールも飲んでビールも飲んでもう行っちゃうビールはっつってエビ天めっちゃ好きやから、うん、あ最後に取ってはんのやなって、うん、ご飯かっこ見ながら、うん、エビだけ残ってるさ、うん、あエビ取ってはんのや最後好きなもん最後に最後に食べるタイプなんやと思って、うん、箸で握ってエビ口入れようとした瞬間、うん、エビがボロンと下に落ちたんですよ、うん痛い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 、あ、エビ逃げた、あーって言ってバッてエビ拾って、うん、まだいけるよな、うん、俺あれもうギリギリで俺がバッて取っていけるよなって言って一回ついたよ、バウンドしたよ、もうついたよ、ギリギリギリバッバッて取っていけるよなって、いや絶対落ちたよ、落ちたね、俺は落ちたと思ってるんですけど、いや落ちてないって言い張るんだよ、ギリギリで取ったと、ギリギリで取ったと、そんな人見たことないよ、そんなどんぶり、俺はついたと思ったんですけど、親父はついてないって言うんで、多分ついてないんじゃない、でも確認したやろ、確認した、いや俺見たことないで、どんぶりからエビ落ちたやつ空中で走って取って親父は空中で取ったって言ってるんですけど、俺はワンバンすごいな、俺ワンバンしたと思うんですけど、ね、でも親父はもうついてないからいけるって言ってエビババ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 あれがまず旅のスタート。はい、それはもうね、オンエアないよ。これないでしょ、だってカメラ回ってないもん。もう、ああいうところで、ま、なんかまあね、やっぱ飯食う時とか、出発前なんで、iPhone でもなかなかそんな回さないですか、写真は撮るけども。まあ、そう、まあ、そういうのがこう。いや、そらこっちもさ、はい、そんな空港でそんなある思ってないよ。そうなんですよ。そんな。エビが暴れ出すと思ってないじゃないですか。でも、それ、でも俺らも悪いかもしれない。だって過去にやっぱりさ、はい、空港でホットドッグのソーセージ暴れてんねんから。はい何か食べ物がね、やっぱはい。一口食べたら、ソーセージのウインナーが立ち上がって、おでこに、ピシャーンだったやろ。ほでも、マスタードとケチャップがもう眉間のとこについて、で、ソーセージボローンって落ちてさ、はい、拾い上げて、はい、何もなかったよね、食べてました。いや、無理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 。ちょっとちょっとちょっと。落ちてる、落ちてる落ちてる。無理です無理です。いや、端っこ噛んだら、立てやなソーセージの立ったことないです見たことないですしっかりパンでしっかり握るんですよ、はい、こうソーセージをグッと、はい、立ち上がらないようにジジイやん握っとるわ握ってるんですかほぼなったんやから、うん、俺もびっくりしたんやからパン、うんパンやけどパンやけど効果音としたらパン俺らも言わないですよいやパンやけどとは言わないです言わないですねホットドッグもびっくりしてるのしなだこういってだからこう流れてないところとかの話もまだまだいっぱいあるんでいっぱいあるんでそれはだからその今度やるイベントで喋るってことですそうなんですよ12月の18日に大阪の WW ホールでやりますイベントでこういった話をね来てほしいなちょっと浜田さんの話いっぱいしちゃっていやいや俺の話以外でもいっぱいあるやないかでもそうですね確かにゲラゲラステージのオープニングとエンディングの顔の違いあれはちょっとぜひ見てほしいよね表情がもう全く違うからまああと何よりもこっちも生で宇宙人見てほしい生宇宙人ね確かにね、はいはい、そういうのもまあありますし、うん、皆さんぜひあの12月の18日にですね、はいはい、大阪の WW ホールでですね浜ちゃんの休日、イベントを初めて行います、こちら正式タイトルは浜ちゃんの休日ライブ大阪に吉本最弱軍団集結もちろん浜ちゃんも出るよというライブでございますねなるほどこれちょっとこれ浜さんでも表記間違えてますわ何が多いないや、浜ちゃんの休日ライブ、うん、大阪に吉本最弱軍団集結。うん、違う、うん。芸能界最弱軍団。あ確かに。間違えてますね。吉本だけ出てる、ね、吉本だけにすなよって話で。はいうん、芸能界、芸能界全軍団って言われる中の。最弱やねん。いや、全部ってこともないんだよ。わけのわからんのいっぱいおるからね。うちは、その、大将一本でやってますから。そうですね、うんはい。確かに。大将のワイノク一本でお送りしてる軍団なんで。はい、こちら12月の18日、繰り返しになりますけども、ライブありますんで、皆さんぜひ来てください。お願いします。お願いします。あと番組では今日ちょっとメール紹介できませんでしたけどメール募集しております平井さん宛先お願いしますはいごめんなさいペニーさんお願いしますはいペニーでございますメールアドレスはゴブゴブアットマーク MBS1179.com そしてハガキ封書でも OK です
郵便番号 530-8304 MBS ラジオゴブゴブラジオまで。番組名はくれぐれも間違えないようにお願いします。はい、そして大輝さん。はい、この番組では音声配信アプリラジオトークでも全国から無料でお聞きいただけます。詳しくは番組公式 X をチェックしてください。はい、というわけでお別れでございます。ここまでのお相手はライセンス井上とドリアンズ住田大輝とドリアンズペニーションスケとダウンタウンの浜田でございました。また来週です。さよなら。サンキュー